今回ですね、この草刈り機にちょっと問題が起きていて、まあ、どうしてかっていうと、今8センチの一番高いところに上げてるんですけど、ここが下がりすぎて、地面に引っかかってしまいます。というのは、草刈っている時にどうしてもこちらの出ている部分が、まあ、いろんなところにぶつかったり、刈った草が上に乗っかって、これがどんどんこうやっぱり無理をして下がってきます。そのうちにどうもこれが、当初はもうちょっと同じように上がってたんですけど、下がってしまって、まあ、先端が引っかかるので、まあ、ここをこんな風に、まあ、カットしてやるっていうのも一つの手なんですけど、今回とりあえずもこれが引っかかって草が枯れないので、ちょっと危ないですけど、まあ、これを取ってしまってちょっとやりたいと思います。まあ、邪道と言われれば邪道なんですけど、まあ、ちょっとしょうがないということでこれ取ります。まあ、この分ここから飛び出すのでちょっと危ないですが、今回ちょっとこれでやります。
今回白菜を120ポットほど種からまいて苗を作っていますが、ちょうどこの前にあの N 番のオーナーズクラブのミーティングがあって、富士山の方へ2泊3日で行ってきました。ちょうど苗の大きさもその頃植えてやるとまあいい大きさでしたが、その3日間の間にお天気が良すぎると白菜に水があげられないので、まあ枯れてしまう心配があったので、ちょっと植えずに行きました。帰ってきてから毎日のように雨が降るので、まあ畑作りがまあとてもできなかったということで、今日思い切ってやりましたが、今朝8時ぐらいまでもうずっと土砂降りで雨が降っていました。降雨量が多いので、各地で通行止めになったという、広報無線が昨夜からどんどん流れていて、今朝も通行止めになっている路線が何本もありますが、そんな状態で畑を起こして畝を作るというのは本当にあの馬鹿げた話なんですが、実は明日も奥さんのニコのために一日お出かけすることになってしまっているので、どうしても今日こんな状態でも畑を作って植えないと、もう白菜がダメになってしまう、苗がダメになってしまうということで、思い切って始めました。こまめちゃんも35年以上使っている、まあ、古いものなので、まあ、力もないということで、畝を作るためにうちの奥さんにロープで引っ張ってもらいました。まあ、引っ張ってもらうだけでかなりあの動きが違うので、水分を含んだ土でもなんとか起こすことができました。ということで今日は白菜の植え付けと、まあ、白菜を植えるために畑も雨が降って草だらけになっていたので、まあ、ちょっと買って、白菜植えていくという動画になりますので、よろしくお願いします。なんとか畑も、畝もなんとかできました。あの雨が降って水分がとても多かったので、とりあえず起こすのは大変でしたが、やっぱりあの今回何が幸いしたかというと、牛堆肥をここにあのいっぱい混ぜていたので、前もって、畑に入れて攪拌していたので、やっぱりこれだけ雨が降ってもあの畑自体、なんていうのかな、良かったのかな。それで、こういう状態でもしっかりとした畝が作ることができたので、白菜も植えられるということになりました。昨日ナスはだいたい100本ほど収穫したんですけども、まあそのほとんどはあの友達にやってしまいました。今日も最近雨が多いのでものすごくナスがなっていて、今日もかなり収穫できそうなんですけど、もう今日忙しいからもう取らないということですね。
口で湿って重たい。ああ重たい。どれいいもついてるけど重たいわ。乾いた時やなきゃなんか。じゃいい芋がついてます。野球のボールぐらい。この白い花の咲いているのがミョウガです。ちょっと旅行中にミョウガが伸びすぎてしまってもうちょっと出荷できないぐらいかもしれませんが、ちょっと取りたいと思います。このでかいことこれ。まだ頑張って草刈ってる人もありますが、うちはもうやめようと思います。だいたい120のポットの白菜を
もうじき植え終わるようです。この間にミョウガを取ったりミョウガを洗ったり里芋を取ったりしてましたので、まあ夕方植えることになりましたが、だいたい私の作った畝で植えて終われるようです。どうやったお母さん、110ぐらいか、ダメなのもあったんやろ。ないない、ないない、120全部植わったの、すごいね。でもどういうわけか一つのポットだけ、うん、なんか種が、うん、負けてなかったのか。あ、そうか、何も発芽してないの。じゃあ119ってことか、うん、すごいやないの。ちょっと富士山ミートに行っとるうちにでかくなりすぎたけどな全部。まあ大丈夫やと思うけど。元気やない。もう水やり明日の早朝でいい。ああ、いいんじゃない。あの土濡れとるで、うん、いいね、大丈夫大丈夫。もう無理です、もう夜やで、うん、大丈夫や。もう明日の朝俺あのまたナス取ったりオクラ取る時に、うん、お母さん水やりゃ、うん、お母さん、うん、あの夕焼けなんて綺麗なの。あ、ほんとや、なにこれ綺麗やね。頑張ったご褒美やろ、夕方まで。すごい綺麗やな。